皆さん、こんにちは。元在日の脱北者、キム・ジュソンです、えー。さて、今日お伝えしたいのは、最近、朝鮮中央テレビがしきりに伝えている、北朝鮮版ラジオ体操です。この体操は人民保健体操と呼ばれ、6月以降、ほぼ毎日放送されています。 足、胸、呼吸など合わせて12の運動からできていて北朝鮮で昔からあるポピュラーな体操です。映像には完成して間もない高級住宅地も出てくるのでおそらく新型コロナの感染拡大を受けて住民に健康管理の大切さを強調しようと新しく撮影したんだと思います。 えー、ただ、正直私自身体操にはあまり良い,い思い出がありません、えー。北朝鮮で体操を含めた体育は、労働と防衛のためにあると党の規則で定められ、強制されているからなんですよ。80年代には、金正日総書記が体育の大衆化、生活化を歌って、サッカーやバレーボールのコートがあちこちに作られたり、 あまり場所を取らなくて済むということで普及したのが卓球です。えー、ご存知かわかりませんが1991年日本で開かれた世界選手権では韓国との統一コリアチームが女子団体で優勝しています。そしてこの体育強化の流れに乗って体操もバリエーションが増えていったんです。中でも代表的なのがキム・ジョン・イル総書記が考案したとされる リズム体操です。はい。タイトな衣装を着てエアロビクスみたいですよね。えっ、ー、と、もともとあった人民保健体操に体操競技の要素をプラスしたということで明らかに難易度が上がりました。ちなみに出演しているのは当局の特別レッスンを受けた一般市民たちです。 年齢別に幼稚園、少年、大衆、老人の4種類があって、学校や職場で授業や仕事の合間を縫って行います。北朝鮮の人たちはリズム体操を通じて幼い頃から集団行動を叩き込まれてきたわけです。私の場合は大衆リズム体操でしたが、思うように体が動かない中、 若い女性スタッフと一緒に10分以上リズミカルに動いたりお尻を振ったりするのはなかなかきつかったですよしかも踊る若い女性目当てに観客が来ることもあったんです恥ずかしくて本当に嫌でしたそして他にもテコンド体操というものもありましたみんな白い布地を市場で買って手作りしなければなりませんでした中には「老人テコンド体操」という種類もあって「 おじいちゃん、おばあちゃんがどんなによぼよぼで腰が曲がっていようとサボることは決してできなかったんですね。当局が監視しているからです。こんな状況では健康効果を上げる前に体調を崩してしまうのではと心配でしたが、当局はお構いなしでした。団体ごとに体操の腕を競わせる大会まで開くこともありました。 もし欠席して当局から目をつけられれば、お昼ご飯をおごるなど、賄賂を与えないといけなかったり、なんで来なかったんだ、と所属する組織の会合で公開説教されたり、香コ港ンコンと思想教育を受ける羽目になります。だからみんな必死で喰らいつくしかなかったんです。その後、深刻な食糧な苦難の行軍などがあって、しばらく 体操騒ぎは下火になっていたんですが、今回改めて人民保健体操の新しい番組が登場したわけですね。結局は人民の健康を気にかけていますよとアピールすることで、金正恩総書記の求心力を高める狙いがあるんだと思います。そして最近はコロナの感染者も落ち着いて収束しつつあるとしていますが、えー、先日、 北朝鮮の地方にいる情報提供者と連絡を取り合ったんですが、当局の発表は全く嘘だと断言していましたえ。地方ではもし熱があるとなれば、少年野営所、まあつまりキャンプみたいなところなんですけど、キャンプ施設に5日間押し込まれるそうです。一食トモロコシのご飯 100g だけというひどい食事に、医者がくれた解熱剤もなぜか効かない。 施設を抜け出そうとすると、武装した安全員が立っていて、戦時法によって撃ち殺すぞと脅かされる始末だそうです。なので、もし熱があっても当局にバレないように嘘をついて普段通り生活する。こんな状況では地方で感染が落ち着くはずもないと思います。えっ、ー、とね、知り合いの脱北者の女性がいるんですけど、 彼女の母親も最近コロナで亡くなったという秘宝が飛んできています、えー。北朝鮮はこのところコロナによる死者の数を公表していませんが、もしかしたらものすごい数の人民が亡くなっているのかもしれません。えー、こうした実情であるならば、当局がするべきなのは、体操を紹介することなどではなく、国際社会の支援を素直に受け入れることではないでしょうか ただそんな指摘も虚しく響くだけです、えー、今後は人民にとっては嬉しくない大正ブームがまた訪れてしまうかもしれませんが本当にかわいそうなもんですね。うん